めげないしょげない、おやすみ。今回の動画は、フジロック東京リベンジャーズくじやっていきます。イエーイ。 YS チャンネル上初の勝利だくじ。なるほど。ただこのくじあるって気づいたのが、あの前日なんですよね。ダメ、明日通り出番じゃんってもうぷいぷいだけかと思って余裕ぶちかましてたらまさかの当番。急いで着替えました。着替えてない。いいの教えとくか。そうだね。ね、じゃあワイスマイキー、はい、はい、でレオナがバジ君、はい、でユニカは三谷君ですっていう感じなんですよね。はい。まあ、よかったね。平和ですね。そう。推しがばらけるっていうのはすごい平和。もうここでね、推し3人とも被ったら、もう殴り合い。そうだね。もう戦争。多分今もう口聞いてないと思う。ね。発売日2021年11月13日土曜日より順次発売予定。販売場所が多分ね、ドンキ書店ホビーショップ。多分この辺ですね。1回770円です。俺、クジラックって初めて聞いたけどね。そうだな。クジラのイラストが入ったんだよ。うん、ちょっと可愛い。可愛いよな。うん、頭穴開いてるけど大丈夫。まあ、それはね、うん、ゲームキューブみたい。プシューってするところの穴でしょ。鼻の穴で。でかくないクジの箱だよ、これ。そっか。そういうことか。で、イラスト見る限り、これ多分書き下ろしですね。ああ、なるほどね。書店で働いてるこれ制服ですね。うん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 、で、めちゃめちゃドラケンとか片手で何冊持ってんの。力持ちだからね。力だけじゃなくてこれバランスもすごくない？バランス感覚。30冊縦積みで。ってことはこれ30で完結するんじゃないの？そんな違うかな。何、伏線がそこにまさかあるの。伏線かなこれ。じゃあラインナップ、おい、 A 賞今回特大 B にマルチクロス、うん、あー B にはでかいで。全4種です。あー4種類か。はい、いないんだよな三谷くん。バジ君すごいね、なんか単行本の持ち方よ。そうね。マイキーあんまりなんか興味なさそうな顔してるけど、ただマイキーはお子様ランチを目の前にするともう人が変わっちゃうからね。そうだ、そんな人だった。で、めちゃめちゃテンション上がって食べて血糖値上がって寝ちゃうから。可愛い裏面があるこのギャップにやられました。ああ、なるほどな。だからマイキーは正直かっこいい一面もあるけど、うん、可愛いんすよ。B 賞のミニクッション全8種いる。いるぞ、もちろん。おいた、三谷くんいる。ここに来て、やっと狙うことができる筋肉の最押し。そうです。続きまして、アクリルパネルキラキラ金箔。あの、公式から、あの、商品紹介の、動画がちょっと出てたんだけど、その時見たんよ。なるほど。ちゃんと金箔。おぉ、もしてよ、通り目で金箔なんてめちゃめちゃかっこいいし、いいよ、似合うと思うんだよね。で、サイズも16センチとなかなか大きめになってますね。はい。で、ちゃんと、うちらの推し、しっかりいます。いる。そう。で、ここも狙っていきましょう。はい。はい、続きまして、D 賞、ちょいデカラバーストラップ。うん、9センチ。ちょいデカだね。でかいね。おぉ、でかいか。うん。ここに来て、衣装変わりますね。次、E 賞、俺の名言ミニ色紙。だから俺が不良の時代を作ってやる。ああ。かっこいい。かっこいいね。かっこいい。いや、それてまうやろ。バジ君、上等、上等。いや、半分こがよかった。半分こな。半分こな。名言。名言か。そしてラスト賞、B にタペストリー私服バージョンという形で、このイラスト、私服バージョン書き下ろし、これしかなくない？だからこのイラスト欲しかったらもうラストまで引けと。無理なこと言うよ。藤垣さん、結構エグいな。それでは、頑張って、行きましょう。こちら5回お願いします。はいはい、これは、あの、竹道聞いたんだけど、うん、ちょっとなんか私間違えちゃったらしくて、うん、そう、総長になった。全然いい推しだもん。よかった、いつや。マジ。自分で弾いたね、惜しい。自分で弾いた。
名言縮小タケミッチ素晴らしいねえ。お、ちぶいよマジで。え、引きいいじゃん。マジ？マジで？やった！マジで？マジ？やったやったやった。色紙で喜んだみたいな感じだけど。C 賞は2つですね。はい。ユーとそうです。ユーとバーガーですね。はい。合ってます。はい。うん。優勝。おお。でしょうこれ。何がって。全員3人とも自分の推し引いてるよ。俺だったらマイキー、クッション。しかもこれ。事故ってタケミッチがマイキーになったタケミッチじゃなくてね、すいませんこっちになっちゃうんですけど間違えちゃってって言われて、むしろありがとうございます。そうね、ありがとうございますね。全然全然ってで、そう見てみさくん、みさくん自力したよ。自力した本当に。はい。でレオナがバジ君とドラケン自分で弾いてんだよ、ね、人の推しを引き合うんじゃなくって自分でちゃんとそれぞれ弾いてんの。こんなこと今までねなかった。すごいいい回になりました。いや最高だよ。はい。というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。待て待て待て。はい。じゃあ色紙合計で4枚開けていきたいと思いまーす、はい、せーのーはい。ちぶゆおいいやいやいやおい僕ね今言葉を失ったんだけどさ、みつやくんでねえ、え1枚で1枚では。え、何分の 1? え、7分の 1? 7分の1引いてんじゃん。うわー、これ俺が引きたかったー。はい。あれこれはタケミッチバジ君です。はい、続いてラバースト D 賞3つ開けていきたいと思います。ワイヤスが2つ。で、筋肉が1つね。いきますよ。はい。いきます。せーのー。はい。はい。え、待って。え、マジで嘘でしょ筋肉、怖っ。いや、1個だよね。1個だよ、これは？うわ、これやらせって言われるわ。やめてほしいわ。待て待て待て。やっぱでかいわ。うん、そうだね、9センチ結構ある。裏面ロゴあるかなと思ったけどなかったっす。はい。あ、本当だ、ない。ラスト2つ目いきます。せーの、はい。おお、ドラケン。ドラケン、かっこかわいい。すごい、はい、なんかこういうやっぱデフォルメ風になるとね、めちゃめちゃかっこいい。あのドラケンもちょっと可愛く見えてしまう、うん、はい。じゃあ続いて C 賞のアクリルパネルですね。はい、これ全部で5個。はい、というわけで組み立てました。ちょっと反射がすごいけどね、うん、いやすごいっす。金箔部分がすごい綺麗、うん、ね、めっちゃ綺麗くない？マジでちゃんと反射してる金よ、うん、裏面の金箔の部分が銀箔になってる、うん、まさかの発見。金と銀、他はいつも通り あの白なんですけど、うんうん、金箔の部分だけ裏面が銀。なんだこれはであとはスタンド、あの下の方であの棒刺してね止めるタイプかなって思ったら、まさかのこのアクリルですよ。そうね、台座っていうかスタンドの部分もね、だこれを差し込んで、よくある普通のアクスタと同じ、うん、それのパネルバージョンみたいな感じになってましたと、うん、いう感じです。はい。じゃあ最後にミニクッション。全然ミニじゃないと思うんですけどでかいじゃない、普通にでかくね、これでミニクッションって、うん、おい、ちょっとツッコミどころありますけどあ、けど全員はい、じゃあじゃあじゃあどうですか、どんどん膨らんできてる。ちょっとずつ膨らんできたよ。なになになに、思ったほど膨らまないね。え、終わり。え、あれまあ、うん、そっか、これだったらミニクッション。おお、なるほど。裏面ここはちゃんと一番体調になってるから、うん、はい、
素晴らしい。素晴らしいね。いかついな、これ。こっちの面だけでこう置いてたら、やばいね。あの、もっと膨らむと思ってたんだけど、思った以上には、平べったかったですね。次にね、マルチクロスって言いたいところなんですけども、うん、3人とも、弾けませんでした。そう、残念ながら。いいんすよ。そう。大事なのは、推しが弾けること。ね。うん。それほど幸せなことないって。どうしたの？いや、ちょっと触り心地をね。ああ、そういうこと？あとで竹道でやって。はい、というわけで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。はい、YS チャンネル、くじ動画たくさん投稿しておりますので、くじ好きな方ですね、ぜひ下からチャンネル登録と、高評価、ポチッとよろしくお願いいたします。お願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃん！あ、間違えた。愛は喜びが溢れている。物語はいつも果てしない野望を胸に、もしも夢に疲れそうな日には僕が乗り切る。くじ好きな方ですね、ぜひ下からチャンネル登録と高評価ポチッとよろしくお願いいたします。お願いします。ちっちゃい。そう、今ね、向こう側でな、子供の人がね、子供の人子供がね、子供がちょっとチラホラと、ちょっとチラホラじゃないの、大群、ね、大群、なんかスポーツサッカー少年団みたいな、少年がいっぱいいて、すごいやりづらいんですよ。で、俺言うてこういう服着て、うん、なんかね、フロント越しにこうジャンとかやっても子供も怖がっちゃうよね。え、なんかおじさんが手振ってる。そうね、一人サングラスしてるしって。もう明らかやばいじゃん。なんなら保護者っぽい人いるから、おうおう、通報されますよこれ。やばいやばいやばい。まあそんな中やります。めげないね。そうだよ、俺はめげないしょげないわ、お世話なんでね。はい、そんなことを気にしてたら、うん、投稿者としてね、やってられませんので、やります。はい。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃん。あ、間違えた。やりきったね。やりきったけどね、誰も見ちゃいないよ。いや、見るなって言われてんでしょ。